はい、人は食べたものと読んだ本でできている、全然書房の阿部です。今日もですね、素敵な本屋さんに来ていただきました。夢書房の夢さん、夢店長です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう随分ね、ご紹介いただいてきましたよね。はい、はい、ありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。はい、今日の一冊はどんなんでしょう。はい、はい、今日はですね、柿谷美優さんの40歳、はい、離婚出産。柿谷美優さんって、今割とこうね、いろいろこう出されてて、私ね、実は読んだことないんですけど、あの映画でもあれですよね、何でしたっけ、あの映画で出てるのが、今ちょうどやってるのが、あの老後の資金がありませんか。あれが確かそうですよね。そうなんですね。はいはい、すごくなんか人気の、今人気の作家さんですよね。みんななんかタイトルが独特で面白いですよね。本当そうですよね。まさにぴったり。そうですね。ありがとうございます。何がありがとう。何がありがとう。あの夢書房では私初めてなんです、この小説のご紹介が。そういえばそうですね。そうなんです。今まではその神社の本だったり。神様系がね、神様系が多かったんですけども、なのでこういう何ですか、ノンフィクション、ノンフィクションは初めてだったんですね。またなかなかね、独特の、いきなりが独特なストーリーなんじゃないですか。そうなんです。で、その小説なんですけれども、小説の中で私は現実を知ったというか、現代のこの社会がまだこんなに厳しいんだっていうのを、なるほど、この物語の中で学ばせていただいたんですね。柿谷さんの作品ってそういえばですね、さっきの老後の資金がありませんじゃないですけども、老後講座とかいろんな部分で今のもあれですよね、社会のことを随分こう書いてるのが多いように思いますね。そうなんです、まさにそうで、その働く女性のことだったり、あとは未婚の母だったり、あとは中には人種差別とか的なこととか、あとはなんていうか、こう、まあ地方ならではのちょっとこうお年寄りの方とかの、まだ女性をちょっとね下に見るようなとか、外国人の方に対しての、まあ差別と思ってるわけではないんでしょうけど、ちょっとコンプレックスとか、そういうところがもう現れた本で、私現実を知ってびっくりしました。なるほど。私なんかの世代のがすすピッと来るっていうのがすぐこう入るかもしれないですね。それにもうちょっとこうパワハラとかマタハラとかがもうちょっと緩和されてるのかなって勝手に思ってたんですね。でもやっぱり大企業ほど、その中小企業はまだそういうものがあるのかなって思って、読んでいてちょっと苦しくなったところもあります。なるほど、そうですか。面白いというよりはあれですか、なんかグッときちゃったっていうような感じですか。でもね、それがこうまた軽いタッチで書いてあるので、私すごく本を読むの遅いんですね。でも今回3、4日で読めたかもしれない。なるほど。そのぐらい引き込まれた。引き込まれました。なるほど。あ、そうですか。さすがやっぱり今人気の作家さんですね。本当にそうだなって思いました。どんな方が読んだらいいですか。これはですね、また来ましたね、その質問が。そうですね。まあ、この社会で頑張っている女性もそうなんですけれども、その30代、40代の女性も、上司の方にもちょっと読んでいただきたいな。男性の方。なるほど。女性だけじゃなくて、女性は、妊娠とか出産っていうのに対して、まあ、これだけそのなんていうのかな、重いものというか、そういうものを持ってるんだよっていうのを、まあ、分かってらっしゃる方多いと思うんですけれども、再確認していただきたい。確かに男性は女性の考えてること、気持ちだとか何かっていうのは、こういう女性の書いたそういう本じゃないとなかなかわからないですよね。そうなんですね。男性ってこう抽象的な言葉って分かりづらいらしいんですね。寂しかった、悲しかったって言ってもなかなかわからないので、じゃあ具体的にどうなんだっていうのを言ってあげた方が、スッと入るらしいので、この文字に書かれた、ね、分かりやすい文章でちょっとお勉強というかね、していただけるといいかなと思います。女性の気持ちのあまりちょっとよくわからないなという方には特におすすめですね。はい、どうも今日も面白い一冊ありがとうございます。ありがとうございます。はい、私も読んでみます。早速女性の気持ちは分かってると思うんですけどね。どうなるか。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。